ジャクソン取りセントフィリップ取りの戦いは、南北戦争開戦から1年が経過した1862年4月18日から28日、ニューオーリンズ占領を目指した北軍の重要な戦闘である。ミシシッピ側のニューオーリンズ市より下流にあった2つの南軍の取りを、北軍西メキシコ湾封鎖戦隊が攻撃した。 これら取り出が北軍戦隊の進攻を遮っている限り、ニューオーリンズ市は安泰だったが、それが破られると、島でその進攻を抑える手段がなかった。ニューオーリンズ市はアメリカ連合国の中でも大きな都市であり、すでに北から攻撃される脅威の下にあったが、さらに南からは北軍のデビット・ファーラガット提督が川からの北上を図った。 南軍海軍はすでに1861年10月12日のヘッドオブパッシーズの海戦で北軍戦隊を追い払ったことがあった。上流からの脅威はまだメキシコ湾ほど近づいてきていなかったが南軍はケンタッキー州やテネシー州で一連の敗北を起死しバージニア州リッチモンドにあるアメリカ連合国陸軍省と海軍省は ニューオーリンズの守備隊を他に回さざるを得なくなっていた。兵士や装備が引き抜かれたので、4月半ばまでに2つの砦と戦力的に問題のある砲艦の寄せ集めを除けば、ほとんど南には何も残っていなかった。北からの圧力を減らすことなしに、エーブラハムリンカーン大統領は、南から海陸共同による攻撃に取り掛からせた。北軍陸軍は、 政治家将軍のベンジャミン・フランクリン・バトラーが率いる1万8000名が出動した。北軍海軍は艦隊司令のデビッド・ファラガットが率いる西メキシコ湾封鎖戦隊の大部分が加わった。この戦隊にはデイビッド・ディックソン・ポーター海軍中佐の率いる旧砲搭載スクーナーと支援艦で構成される半自立の戦隊が補強した。海軍の遠征隊は メキシコ湾のシップ島に集結した。準備ができると海軍の部隊が艦船を川に入れ、4月14日までに完了した。続いて、砦に近い場所まで移動し、4月18日には、九砲による砦砲撃が始まった。それに続いた戦闘は2つの部分に分けることができる。南軍の保持する砦に対して、イカダに乗せた九砲からほとんど効果のない砲撃を、 行った段階、続いて4月24日夜に、ファラガットの船体の多くが取り出かをうまく通り過ぎた段階だった。この通過の間に、北軍の艦船1隻が失われ、他に3隻が交代したが、南軍の砲艦は事実上全滅させられた。その後のニューオーリンズ市進行は特に反撃もなく死の占領まで進み、南軍がその後も取り返すことができなかった重大で、 致命的ですらある打撃となった。砦は、北軍戦隊が通過した後も残っていたが、ジャクソン砦の指揮が落ちた兵士たちが反乱を起こし、降伏することになった。ジャクソン砦とセントフィリップ砦は、ミシシッピ川沿いで密接に組み合わされた一組の砦だった。川がそこから八方に分かれて、メキシコ湾に注ぐヘッドオブパッシーズからは40キロメートルほど上流にあり、 ニューオーリンズ市からは約 120km 下流にあった。ジャクソン砦が右岸、セントフィリップ砦が左岸にあった。川の流れの関係でジャクソン砦がセントフィリップ砦よりもいくらか東に出ていた。小ネ時代に侵略に対する防御のために設計されており、砦は船が速度を落とすことになる川の曲がりに近く廃されて水路に臨む。 鳥出の177門の大砲でいながらにして目標を狙い撃ちできるようになっていた。陸地にある鳥は昔から海軍の大砲による攻撃では落とせないと考えられていたが、1861年11月7日のサウスカロライナ州ポートロイヤルの戦いでいくらか弱点が見えてきていた。この戦闘の後、北軍海軍長官補佐グスタブス・ブイ・フォックスは 南軍の海岸にある陣地に対して海軍を攻撃に使うよう圧力をかけ始めた。特に南部の大型都市ニューオーリンズ市に対してはメキシコ湾から襲撃するのが望ましいと強調していた。フォックスは旧方によって砦を完全に破壊できないまでも弱めてしまえば比較的少ない陸軍部隊で砦を攻撃できると提案した。鳥の力を落とし、 陸軍が攻撃をかけている間であっても、海軍が砦を通り過ぎ、ニューオーリンズ市に直接攻撃できるようになると主張した。当初陸軍は、総司令官のジョージ・マクレランという名で、この作戦に反対した。作戦の成功のためには、最低3万とも5万とも考えられる部隊が必要になると考えられ、それは他の作戦、特にマクレランが当時指揮していたリッチモンドに対する、 半島方面作戦から戦力を削くことになると主張した。しかし、海軍長官のギデオン・ウェルズが政治家将軍のベンジャミン・バトラーを、バトラーの名で遠征を実行させるという謳い文句で引き入れたときに、陸軍の反対は無視された。ウェルズは、バトラーの指示を得て、エイブラハム・リンカーン大統領を説得し、作戦実行の命令を出させることができた。 1862年2月23日、バトラーはニューオーリンズ攻撃において海軍と協力することを使命とする陸上部隊の指揮に当たると告げられた。支配下に使える勢力はマクレランが当初推計していた。世論もかなり削られ、わずか1万8000名になっていた。作戦を進行する前に海軍の編成も変更しなければならなくなった。 1861年12月20日、西メキシコ湾封鎖船隊を指揮させるために、ウェルズ長官は、デビット・ファラガット海軍大佐を選んだ。その新任指揮官は1862年2月20日に、メキシコ湾のシップ島に到着した。この日を方面作戦の開始日と考えることができる。ファラガットには南軍から課された、問題以外に2つの問題を解決する必要があった。 一つは、バドラーとその陸軍であり、単純にバドラーを無視することで解決した。陸軍は、ファラガットの作戦に入っていなかった。二つ目の問題はそれほど、容易に解決できなかった。ファラガットの戦隊の一部は、ファラガットの乳兄弟であるデイビッド・ディクソン・ポーターが、指揮する、判事率の旧報スクーナー戦団だった。ポーターは、海軍長官補佐のフォックスに話が通じる。 陰謀家であり、ファラガットは、9法が無用だと証明されると、個人的に強い信念を持っていたにもかかわらず、その9法を試させるしかなかった。3月半ば、ファラガットは、河口のサス越しに感染を動かし始めた。これは、事故なしに進んだ。川の深さは予想された18フィートではなく、15フィートしかなかった。少なくとも遠征隊の一席。 アセスコロラドは、喫水が深くて入れなかった。コロラドが川に入れなかったことで提示された、ファラガットにとって、最も重大な問題は、使える戦力が減ったことではなく、時間の浪費の方が大きかった。コロラドが減ったことで、サスの内側に入った船体は6隻の艦船と12隻の放艦となった。船体の艦船が無事に川に入った後、 ポーターの26隻の救報スクーナーとそれに伴う感染も3月18日から問題なく川に入った。翌月、ファラガットは鳥での戦力を見極め、その射程距離を測り、水路にあるその他の障害の性質を判断し、最も効果的と考えられる位置に救報搭載船を配置し、感染を戦闘状態に置いた。 砦や南軍の砲艦から完結的に砲撃がある。中で海軍に割り付けられ上陸して、砦を遠距離から測量するように手配された沿岸調査局の兵士が、砲艦が水路のどこに停泊すべきかを示す不評を置いた。4月18日、準備作業が完了した。北軍の指揮系統、 ファラガットはその艦船が鳥出の下を通り過ぎる準備をしていた最後の日々で船体を3つの部隊に編成した。このことはイギリス海軍では例外的なことでは全くなく前衛、本体、後衛と分けるのが通常の慣習だった。アメリカ海軍では南北戦争までこのような完全な艦隊を使うことがなかった。砲艦の第一部隊の指揮官は セオドラス・ベイリー海軍大佐に任された。ベイリーは艦隊全体の第二指揮官でもあり、ファラガットが行動不能になった場合は、その指揮を引き継ぐことになっていた。砲艦第二部隊の指揮は、ヘンリー・エイチ・ベル海軍大佐に与えられた。ファラガットは、自ら第三の部隊の指揮を取った。リッチモンドの南軍陸軍省のニューオーリンズ防衛に対する作戦では、 はじめから死に対する脅威は、北から来るという考えで固まっていた。この考えを反映して、死を守るために考えられた物資が、アイランドナンバーワン霊、ピロートリで、テネシー州、メンフィスなどミシシッピ側の強固な地点に送られた。死に直接接するところは、例えば、シャイローの戦いに導く遠隔の方面作戦に、使用するために大砲が引き上げられており、 実際に弱くなっていた。ニューオーリンズ地域から軍人として使える年齢のものも引き抜かれていた。南軍第一方面軍指揮官のマンスフィールドラベル少将は遠隔地にいる上官よりもメキシコ湾で築き上げられたものに多くの信頼を置いていた。当時ミシシッピ側の南軍海軍を指揮した艦隊司令のジョージ・エヌ・ホリンズは個人的にはラベルに同意したが、その受けた命令は 彼が考えるところに従った行動を認めるものではなかった。ジャクソン砦とセントフィリップ砦は地元のジョンソン警官官順将が指揮していた。守備隊兵士の平均的な質はラベルや弾艦が望んだほど高くはなかった可能性がある。武闘派兵士の多くは別の戦場に引き抜かれており、優柔不断なものや戦闘に不適なものが残っていた。ニューオーリンズは 国際都市の部類であり、南軍の大半の部隊よりも、外国生まれの兵士の比率が高かった。それでも特別な働きはしないまでも、その任務は果たすものと期待できるものがあった。ニューオーリンズ島ありの鳥では、川の通行を妨げるために川に渡して貼られた、防御要素2本で補強されていた。これらぐさりは報告書によって、イカダと呼ばれたり、ダムと呼ばれたりしている。 一本の鎖はニューオーリンズ市より上流に渡されており、今回の戦闘には効果がなかった。もう一本は砦軍のすぐ下流に置かれ、そこを突破しようとする敵の艦船は砲火にさらされることになる。この障壁はもう一方よりかなり重要だった。当初ラベルが方面軍の指揮を取った直後に置かれたが、春の洪水で流れ下ってきたゴミの重さにより切れてしまった。 修繕されたものの、ラベルは当初のものほど良いものだとは考えていなかった。もう一つの防御策はいくらかの船とボートであり、三つの組織に分けられ、共通の指揮官はいなかった。これらのうちで火力最大のものは南軍海軍艦船の集まりだった。装甲艦 CSS、マナサス、CSS ルイジアナ、CSS ミシ,シッピの三隻、従来型の戦闘艦であり、 商船から転換された CSS マクレート、CSS ジャクソンの2隻、および武装していない支援船数隻だった。ルイジアナ州は暫定海軍として CSS ジェネラルクイットマウント、CSS ガバナームウーアの2隻を備えた。3つ目の部隊は河川防衛艦隊のコットンクラット昇格艦6隻であり、通常は南軍州陸軍の一部だが市民船長が指揮し、 大半が市民の乗組員だった。その6隻は CSS ウォリアー、CSS ストーンウォール・ジャクソン、CSS ディファイアンス、CSS レゾリュート、CSS ジェネラルラベル、CSS ジェネラルブレッキン・リーチだった。さらにいくらかの引き船と非武装港安用船舶があり、その中でも CSS ベル・アルジェリンと CSS モシャーは、 この戦闘で果たした役割で言及されるべきものである。南軍海軍の指揮ミシシッピ川下流の狭い水域に3つの異なる組織があることで艦隊式の状況はすでにまずい状態にあったが下流のファラガットの船体が形成されたことが明らかになった時はさらに悪化し始めた。艦隊司令のホリンズはこの時メンフィス近くにいた。 メンフィスは当時南軍が保持した川沿いの最北の地であり陸軍省はその維持のために何ら力を割くことができないと言っていた。ホリンズはメキシコ湾からの脅威がリッチモンドが考えているものよりも厳しいことがわかっていたのでラベル将軍からニューオーリンズの防衛のために戻ってくる要要性があった時には応じる用意があった。まだメンフィスにいる時にリッチモンドに原稿を打って ファラガットの船体がサスを通過するために軽くされている状態の時にその感染を攻撃する許可を求めていた。その要請はあまりに強硬だったので、実際上不服従と解釈された。ホリンズはリッチモンドに呼び出され、表面上は検査委員会任務ということだったが、事実上現役任務から外されていた。以前からの設定により、ニューオーリンズ近辺での南軍海軍艦船の指揮は、 この時まで海軍造船所の指揮官だったウィリアム C ・ウィットルに渡されることになった。ウィットルはその新しい任務を全て独力で処理できるとは考えてもいなかったので4月18日に CSS マクレー、ジャクソン、マナサスとその支援艦船の指揮を副司令官であるジョン・ K ・ミッチェル海軍中佐に渡した。これらの艦船は全て当時浸水している。 南軍海軍の艦船であり、ルイジアナとミシシッピはまだ浸水しておらず、明白に、ウィットルやミッチェルの指揮下にはなかった。後に、ルイジアナが浸水して、まだ観光はしていない時に、ミッチェルの支配下に組み入れられた。ラベル将軍は水上にあるすべての艦船が、ミッチェル中佐からの命令を受けるように命令することで、指揮上の混乱を避けようとした。しかし河川防衛艦隊の指揮官、 ジョン・ A ・ス・ティーブンソンは海軍の命令受け入れを拒んだ。スティーブンソンは軍事的なことよりも契約上のことで陸軍に対するその戦隊の関係があったので反乱とみられる行動を避けることができた。ポーターの21隻急砲スクーナー戦隊は4月18日に配置についた。まだ残っていた障害者より下流の川岸近くに置かれた。その長部は カモフラージュのために草木で覆われた。その大砲を発砲した衝撃で、カモフラージュが取れた場合にはすぐに補われた。早朝から砲撃を開始し、一日中一定間隔で発砲を続けた。ポーターは、核球砲から打ち出される砲弾を10分に一発と決めていた。こうすると砲撃の時間を通じて、常に一発は空中に砲弾があるということになった。 この発砲間隔は保つことができなかったが、初日2400発以上が発射された。その後の日々の発砲間隔はいくらか小さかった。砲弾に備えた、導火線は頼りにならないことが分かった。多くの砲弾が早すぎる爆発を起こしていた。この問題に対処するために、砲撃の2日目以降は、ポーターが全ての導火線を最大長さに切るよう命じた。 これによって砲弾が着地した後に爆発するようになった。柔らかい土に沈み込んだので爆発の効果が弱められた。ジャクソン砦はおそらく北軍の9砲から近かったためにフィリップ砦よりも多くの損傷を受けたが、それでも大砲7門が使用できなくなっただけであり、砲撃で戦死した兵士は2名のみだった。ポーターの艦船に向けた反撃も同じくらい効果が薄かった。 スクーナー一隻が沈み、一人が敵の砲弾で死んだ。他に、作具から落ちて一人が死んだ。ポーターは、ウェルズとフォックスに、救報戦隊であれば、敵の両砦を48時間以内にボロボロにして、見せると安受け愛していた。実際にはそうならず、砦の戦闘能力にほとんど変化がなく、戦闘後に行った、ジャクソン砦の調査でも損傷を次のように、報告していた。 南軍の砦を指揮していた、弾刊巡将は4月18日初日のジャクソン砦の被害を次のように説明していた。弾刊将軍はその日に2997発の急砲弾が放たれたと報告した。この種の損失は、ジャクソン砦内に常に高潮で水が溢れたことと組み合わされ、砦内の生活を惨めなものにした。じめじめして、 部分的に浸水した方角の中だけが急砲弾の破片や落ちてくるクズから安全でいられた。避難所、食料、毛布、眠るための宿舎、飲料水がなくなり、数多く反撃できない砲弾の抑圧的な効果は耐え難いものだった。病気や常につきまとう、蝕むような恐怖と組み合わされ状態は絶対的に士気を下げるものだった。これらの要素が4月28日のジャクソン。 砦守備兵に起きた反乱につながった。この反乱はニューオーリンズ市から下流の抵抗が破られたことに続いて始まった。セントフィリップ砦も降伏し、CSS ルイジアナが爆破され、ポンチャートレインコの南軍艦隊までが捕獲を免れるために破壊された。四季の全体的崩壊は反乱と共に始まり、北軍海軍によるニューオーリンズ市占領を単純化させた。 南軍当局は海軍の総攻艦、特に CSS ルイジアナがこの時経験しているような襲撃に対して川を難攻不落にすると以前から信じていた。ルイジアナはまだ観光していなかったが、ラベルと段官ンン両将軍はウィットル准将に準備を急がせた。ウィットルはその健全な判断に逆らう彼らの願望に合わせ、時期尚早な艦を浸水させ、 まだ偽装工事が続いているままに、ミッチェルの艦隊に付け加えた。砲撃の二日目に栄光されて、セントフィリップ取り出から上流の砂岸にあった所定の場所に移され、事実上浮き放題になった。その走行では、ポーダーの急砲から落ちてくる砲弾に対して守れないので、ミッチェルは近くに動かせなかった。しかし、 その大砲が角度を上げられなかったので、鳥出の下に止まっている限り的に圧力を与えられなかった。砲撃が数日間続いた後、鳥出からの反撃が緩む気配を示さなかったので、ファラガットは独自の作戦を実行し始めた。4月20日、砲刊のうちアセス、キネオ、アセスイタスカ、アセスピノラの3席に川を封鎖している鎖を切るよう命じた。 この三隻は鎖を除去できなかったが、艦隊司令の目的には十分な大きな隙間を開けることができた。ファラガットは様々な理由で4月24日早朝まで攻撃を開始できないでいた。ファラガッはトは鳥出かを通り過ぎるという決断をし、ベイリー大佐の第一砲艦部隊に二隻の艦船を加え、それによって自身の部隊の疾風をなくすという修正を加えた。この変更後、 艦隊の配置は次のようになった。湿布の汗スポーツマスは9号スク。取を過ぎるとき、艦隊は2列になった。右列はセントフィリップ砦に向かって砲撃し、左列はジャクソン砦に砲撃することにした。砦に対して止まったりノロノロ行ったりすることはなく、できる限り早く通り過ぎることとした。ファラガットは暗闇と煙の組み合わせで、 砦の砲手の照準を狂わせることを期待した。各艦船は比較的無傷で通り過ぎられるはずだった。4月24日午前3時頃、艦隊は前進を開始し、水路を遮っていた鎖の隙間に向かった。この障害物を過ぎると間もなく、砦の将兵が艦隊を指認し、即座に使える限りの火力を使って砲撃を開始した。ファラガットが期待していたように、 その狙いが定まらず、艦隊にはほとんど損傷が与えられなかった。もちろんファラガットの型の奉仕も狙いが悪く、砦の方にも損傷はほとんどなかった。隊列の後方にいた、砲艦三隻が引き返した。イタスカはボイラーに砲弾を受けて、航行不能となり、漂流して戦場から抜けた。他に、ピノラとウィノナは、 夜明けになったために引き返したが、砦出の大砲が効果を表したからではなかった。南軍の艦隊は戦闘の、この段階でほとんど関われなかった。CSS ルイジアナはその大砲を使うことができたが、ほとんど効果はなかった。総合昇格艦 CSS、マナサスはすぐに駆けつけて敵と当たり合ったが、砦出の砲手はマナサスと北軍艦隊の区別がつかず、 友艦に向かっても敵艦に向かっても見境なく砲撃した。その艦長であるアレクサンダー・カイウォーリー・中佐は、北軍艦隊に砲撃された時のみ攻撃できるよう、側の上流に交代させた。取り出かを過ぎると、北軍隊列の戦闘は、南,南軍の艦船は、指揮系統が乱れていたためにその動きに協調性がなく、戦闘は、 感染同士1対1の争いに変わっていった。CSS マナサスはアセスミッシッピとアセスブルックリンに昇格攻撃を行ったが、どちらも航行不能までにはならなかった。夜が明けると時間が北軍艦船の間に入ってしまい、どちらにも攻撃できないことが分かったので、ウォーリー艦長は座礁させることを命じた。乗組員は艦の放棄し、火をつけた。後にマナサスは、 火がついたままバンクを離れて漂い出し、最後は、ポーターの救報スクーナーのを見ている前で沈んだ。タグボートのモシャーが火のついたイカダを北軍機関アセス、ハートフォードの方に押していったが、ハートフォードの減速法によって沈められた。ハートフォードは、火のついたイカダを避けようとしていてセントフィリップ砦から、上流の、それほど遠くない位置で座礁した。の大砲から、射程距離内にあったが、 取り出からは撃って来なかったので、まず炎を消し、ほとんど損傷がないままでバンクから離脱できた。CSS ガバナームーアは戦闘に入りながら混乱し、南軍のタグボートベルアルジェリーに突っ込んで沈めてしまった。北軍艦隊の攻撃に向かうとアセスバルナが一隻はグレているのを見つけた。それから長い追跡が始まり、両艦は 反送を続けながら砲撃戦を行った。この追跡の間に乗組員の多くを失ったにもかかわらず、最後はバルナに昇格攻撃を行うことができた。カッ防衛艦隊のコットンクラッド、昇格艦 CSS、ストーンウォール・ジャクソンも昇格攻撃を行った。バルナは沈む前にバンクに近い浅い水域にたどり着いた。 この戦闘中に北軍が唯一失った艦船となった。ガバナームーアのビバリー・ケノン艦長は戦闘を続けたが、その総ダッシュは十分戦ったと考え、艦を座礁させた。ケノンはその総ダッシュの方が正しいと認識し、それ以上は何もできないと考えたので、艦の放棄と放火を命じた。CSS マクレーは北軍艦隊の数隻と交戦したが、 立ち打ちできないまま艦長のトマス・ビーフーガー中佐も致命傷を負った。マクレイ時間にも大きな穴が開き、戦闘では生き残ったが、後にニューオーリンズの渓流地で沈んだ。南軍艦隊の他の艦は、北軍艦隊に危害を与えられないまま、その多くは敵の攻撃か、自身の手によって沈んだ。マクレー以外に残ったのは、CSS ・ジャクソン、昇格艦 CSS ・ディファイアンス。 輸送船 CSS、ダイアナだった。非武装の補給船2隻は、砦近くにいた、救砲船体に降伏した。ルイジアナも生き残ったが、降伏よりも自陳を選んだ。北軍海軍はこの、砦下通過で1隻を失ったが、南軍は12隻を失っていた。北軍艦隊は、チャルメットでわずかばかりの抵抗を受けただけで、その後は、ニューオーリンズ島でまっすぐ向かった。 残っていた14隻の艦船が4月25日午後にニューオーリンズの前に到着し、死を砲撃できる体制を整えた。その間にラベル将軍は、市内にいた部隊を脱出させたので、防御は不可能になっていた。強行に囚われた市民が、店舗に押入り面下などの物資を焼き、ウォーターフロントの多くを破壊した。未完成だった CSS ミシシッピは、大急ぎで浸水され、 メンフィスまで栄光されることが期待されたが、タグボートが見つからなかったので、艦長の命令で焼かれた。ファラガットは死の降伏を要求した。市長と市政委員会は、不快な任務をラベルに任せようとしたが、ラベルがそれを司会した。無益な交渉が3日間続いた後、ファラガットが死艦2人を水兵と海兵の文献隊と共に上陸させた。彼らは税関に向かい、そこで、 周期を下ろし、アメリカが衆国国旗を掲揚した。それが、死の北軍に対する公式回答となった。セントフィリップ砦り出、1862年一方、バトラー将軍は、その部隊に、ファラガットの後陣となった砦への攻撃準備を行わせていた。ポーター中佐がこの時砦より、下流にある戦隊の指揮を取っており、砦に降伏要求を送ったが、 ダンカン将軍が拒否した。このために、ポーターは再度砦に対する砲撃を開始したが、この時はバトラーが攻撃するための準備だった。しかし4月29日夜、ジャクソン砦の守備隊が反乱を起こし、それ以上耐えられないと意思表示した。セントフィリップ砦は反乱に加わらなかったが、二つの砦は相互依存しており、影響を免れなかった。ダンカンは、 戦闘を続けられないと判断し、翌日に降伏した。この時が CSS ルイジアナの最後だった。艦長のミッチェルは砦近くの南軍海軍を代表しており、降伏交渉に関わらなかった。それゆえに宣言された休戦を守る義務はないと判断したので、ルイジアナの破壊を命じた。火をつけた後に友綱を解き、下流に下って、 セントフィリップ砦の下を過ぎる時に爆発した。その爆発が強烈だったので、砦の兵士1名を殺した。ジャクソン砦とセントフィリップ砦は、ミシシッピ川下流の南軍防衛にとって中核だったので、南軍がそれ、ファラガットは、この戦闘で感染が受けた損傷を修繕させるのに、数日を費やした後、川沿いにある他の都市に降伏を要求するために遠征隊を派遣した。 バトンルージュとナチェズの町が有効な防御手段もないまま要求に従った。しかし、ビックスバーグでは崖の上にある南軍の要塞に漢方が届かず、遠征隊に堂々した小さな陸上部隊のみでは降伏を強制できなかった。ファラガットは包囲戦を始めたが、川の水位が減り始めて、喫水の深い感染に脅威となったので交代を強いられた。 ビックスバーグを落とすにはさらに一年の実別を要した。この戦闘によってニューオーリンズ氏が落ちたことはヨーロッパ列強、特にイギリスとフランスが外交的にアメリカ連合国を認知することを思いとどまらせた。海外にあったアメリカ連合国代理人はニューオーリンズ氏が落ちたという知らせが入った後応対があるとしても害して冷ややかに受け止められたと述べていた。ありがとうございます。